アトリエ M の森谷です。今日は京都郊外に立つ3つの庭を持つコートハウスに来ています。前回訪れたのは昨年の8月で、およそ8ヶ月が経ってしまいました。無事竣工していたのですが、いろいろな事情でこのタイミングになりました。110坪ほどの敷地に2層50坪の白いキューブを提案しています。全てが完成したこちらの住宅をご紹介してみたいと思います。エントランスホールの通路部分は 1.2 メートルほどあります。通常より40センチほど広くデザインしたのですが、この中庭に開いた大開口はプライバシーが保たれていることに価値があります。郊外型の住宅は環境が非常に恵まれているだけに、外部からの視線をコントロールするのが難しくはあります。 LDK は東西が10メートル弱、22畳ほどあります。南に向かって天井は高くなっており、一番高いところで 3.3 メートルあります。西の奥にはパントリーを備え、裏庭にも出れる出入り口があります。なんといっても中央にある薪ストーブですが、非常に快適で、寒い日には外に出ても体が温かいままだそうです。南の中庭にはできるだけ開放するよう心がけました。この中庭ではすでに何度も友人が集まって野外での食事を楽しまれたそうです。このバーナーは普段での調理にも使っているそうで、焼き物がとにかく美味しいとのことでした。広い駐車場をつなぐこの出入り口は、友人が気軽にアクセスできる動線を確保したものです。郊外型の住宅の課題に駐車場があります。木造4号ものと言われる一般的な工法で、幅 8.5 メーター、奥行き 5.1 メーターの3台駐車可能なインナーガレージを実現しました。この部分を鉄骨で組んでいるところがポイントです。濡れずにアプローチできる動線と前庭も確保しました。ちょうどコロナ禍の社会となったタイミングで、この計画はオファーをいただきました。流通、長雨、さまざまな影響を受け、5ヶ月以上かけてようやく完成しました。一つの家が完成するのは夢の島を目指す航海に似ています。ご家族の夢に何とかたどり着けたでしょうか。また YouTube チャンネル内のルームツアーでご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。